東海地大学主将の菅山雄介です。昨シーズンは上位チームとの格差を感じ、とても悔しい思いをしました。今シーズンは本日徹底をスローガンにチーム一丸となって頑張ります。応援よろしくお願いします。学年関係ないから自分たちで先生持ってやっていきましょう。よし、いざっ、東海地大学2年の橋本太一です。昨シーズンの反省を教えてください。昨シーズンは緊張はありましたが、自分のプレーは出すことができたと思います。今シーズンの目標は、去年は先輩に頼ってばかりだったので、今年はチームに安心感を与えられるようにチームを引っ張っていきたいと思います。東海地大学4年の小笠原ジェイです。今のチーム状況を教えてください。今シーズン始まって最初の頃はなかなかまとまりを持ててなくてうまくいってなかったんですけど、練習試合を重ねるにつれて、チームの雰囲気だったり、個々の意識っていうのが高まっていってると思います。今シーズンの目標を教えてください。今シーズンの目標は、前線の選手としてチームを勝たせられるようなプレーを心がけていきたいと思います。東海リーグ開幕まで